岡山自動車道は、岡山県岡山市北区の岡山ジャンクションを起点とし、岡山県真庭市の北房ジャンクションへ至る高速道路である。略称は、岡山道。法令上の路線名は、米子自動車道と合わせて、中国横断自動車道岡山米子線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、中国自動車道の北房ジャンクション、落合ジャンクション間。 与那ゴ自動車道とともに E73 が割り振られている。岡山県岡山市北区と真庭市を結ぶ高速道路で中国横断自動車道岡山与那ゴ線の一部である。1991年3月16日に最初の区間である岡山ジャンクション岡山総社間が山陽自動車道岡山総社支線として共用を開始した。全区間を西日本高速道路が管理。 運営している。前日の通り、岡山ジャンクション岡山総社インターチェンジ間は、1997年3月14日まで、山陽自動車道であったが、1997年3月15日の岡山総社インターチェンジ北欧ジャンクション、関会通に合わせて、岡山自動車道と名称変更された。平成22年度高速道路無料化社会実験の対象になっていたが、 平成23年6月19日に終了した。ハンデージ JCT、ジャンクション、IC、インターチェンジ、SA、サービスエリア、PA、パーキングエリア、BS、バスストップミ、ノベトンネルの数産幹部を通過しているが、トンネルは少ない。警察24時間交通量道路交通センサスより一部データを、抜粋して作成、E2A と重複ナンバリング。 ありがとうございます。